渡辺光一郎は、日本の政治家、建築家、工学博士。衆議院議員、日本新党両院議員総会長、新党絆幹事長、自由党東京都連会長などを歴任した。1944年5月31日生まれ。1960年3月、東京学芸大学附属小金井中学校を卒業。1963年3月、 東京学芸大学附属高等学校を卒業。1968年3月、日本大学理工学部建築学科を卒業。同年4月、東京大学工学部都市工学科の丹下建造、研究室の研究生になる。1970年4月体制建設本社、建設設計本部建築設計科に勤務する。 1974年3月に一級建築士を資格取得する。1979年3月、日本大学大学院理工学研究科建築学専攻して工学博士号を取得する。同年4月から財団法人東京都海洋環境保全協会に勤務する。1987年から藤井博久前参議院議員の秘書を務める。 1990年3月から衆議院議員、藤井博久事務所所長になる。1993年の第40回総選挙に、旧東京7区から日本新党公認で出馬し初当選する。1994年10月から日本新党両院議員総会会長、衆議院建設委員会理事を務める。1994年12月の 日本新党会党から新新党決闘に参加する。1996年の第41回衆議院議員総選挙に新新党公認で東京19区から出馬するが時点で落選した。1997年の新新党会党後は自由党に所属した。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙にて 東京19区に自由党から出馬し落選。2003年の民吉合併以降は民主党に所属している。民主党入党後は選挙区調整に伴い2005年の第43回衆議院議員総選挙の1ヶ月前、東京11区への国替えが決定。直前での選挙区変更で臨んだ東京11区から出馬するが落選した。2009年8月。 新党日本との選挙協力に伴い第45回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独候補として出馬し、13年ぶりに国政復帰を果たした。2011年2月17日、新会派、民主党政権交代に責任を持つ会の立ち上げを発表する記者会見に参加し、同会派の会長に就任。離脱表明時は、 民主党会派として衆議院国家基本政策委員会理事という役職に就いている。2011年2月28日の中井博史衆議院予算委員長解任決議や2011年度予算案の採決では会長としては各自の自主判断として欠席した。民主党常任幹事会によって党倫理委員会への諮問を経て6ヶ月間の 党員資格停止処分となる。2011年12月28日、民主党に離党届を提出。2012年1月、新党絆の決闘に参加し、同幹事長に就任。2012年7月、新党絆と国民の生活が第一で、統一会派を結成する。同年11月15日に新党絆は回答されて、 国民の生活が第一へ合流する。さらに、同年12月16日に、国民の生活が第一は、日本未来の党へ合流した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、日本未来の党公認で、東京19区から出馬したが落選、協託金を没収された。2012年12月27日に、日本未来の党から分党し、 生活の党を結成し、生活の党東京都第19区総支部長になる。2015年1月から生活の党と山本太郎と仲間たち東京都第19区総支部長になる。2016年11月より自由党東京都連会長。2019年より国民民主党東京都連副会長。二千二十年に立憲民主党に合流した。 ありがとうございます。